じゃあ、イエーイ。やったー、かわいいよ。待って、めっちゃかわいいんだけど。はい、かわいい。谷さんです。谷さん、5月はお父さんもお母さんも私も応募して、お父さんは結構何回か当たってるんですけど、初めて当たったよ。イエーイ。カニさんです。どっかにつけたい。どこにつけるのがおすすめですか？なんかさ、長坂の5個くらい持ってる方いらっしゃいますよね。すごいった。この5分ムカついてしかないんですけど、大丈夫です。今日は皆さんに皆さんの大好きなあの企画を持ってきました。これは中坂の、自慢話だったということで、これにて終了。じゃあテロップも変えます。ということで、今日今日やる企画はデケ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 デンデン、くじ引きで中坂の髪型決めてみた。イエーイ。これは以前に一回やっているやつなんですけど、あ、風の音はね、ちょっと扇風機を焚いております。これはですね、何も背負ってないです。こういう服です。これはですね、あみちゃこんばんちゃこんばんちゃ、これは紙に私が皆さんから集めた髪型を書いて番号を振るんですけど、皆さんには何番とか伝えずにやるんですよ。で、投票で一番多かった髪型を今からやるっていうやつです。そうです。ということで、皆さん髪、してほしい髪型を募集しますので、今からじゃんじゃん、書いてください。今8分だから13分くらいまで集めます。どうぞ。ポニー、高めのツイン、サイドポニー、まあ中坂ができるかが問題だからね。ピーピーエピーパイナップル、ピーピーエピーめっちゃ懐かしいわ。団子、おさげ、今明日音楽のテストです。いや、音楽のテストで理科と英語があるんですけど、まあ、そんなこと忘れたいよね。ツイン、ラーメンマンむずいんだよね。てかテスト終わったらもう夏休みやし。てかもう明日のテストが終わったら、もう中坂さんは早く青画の練習をしたいんだよ。これガチね。リンゴヘアって何？あー、お茶もみたいなやつ。ハーフアップ、クマさん、前クマさんだったよね確か。大体皆さんが好きなのは出ない。前髪はパッツンです。すでになんかパサパサですね、私の髪の毛。かわいそう。割り勘やめてください。センター分け、前髪用ってことですよね。なんちゃってショート、あ、ちょっとむずいやつでもいいと思います。この前もね、やってほしいって言われたんだよね。中坂の髪が長すぎてもしかしてできないかもしれない。ハーフツイン、
はるんね、みはるん編。一本に結んで前に垂らしてほしい、ちょんまげ的な、ちょんまげ。今日のテストは意外とでもいけた気がする。あ、ちょっと伊藤さんヘアはケープが今日ないので無理です。コンコン、オール後ろ、どういうこと？さくらんぼってなんだろう、教えてね。じゃあやり方、結構さあれだね、みんな結構さ出してるけどさ、そうするとさあれだからね、皆さんがしてほしい髪型がだいたい低確率になるだけだからね。前髪流し、25個以上出たらもう早めに締めます。あ、コロナツインみたいな、わかんない。あー、でもあれ巻かなきゃいけないんだよね。ちょっと今日負けないので基本的に結ぶやつでお願いします。あ、一つの三つ編みね。ちなみに今何個、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19。 おちょんぼ、角部屋、セミが鳴いてる。そうそう、ストップかな、羊さん。1,2,3,4,5,6,7,7,8,9,10,22個出たよ。ストップ。選択してるんですか、いいですね。ちょっと何がいいかわからないけどいいと思います。サザエさん、ササ、サザエ、てか聞いてください、国語の問題超難かった。中坂は中坂が一番だよ、よく言いますよね。昨日皆さんがさ、しっかりねあれですからね、見てますからね。ジュッキーは、ま、ジュッキーはアナンちゃんがいいよね、推しかぶりアナンちゃんみたいな。クソ、なげちゃんのアクリンちゃん見ました、おめえおめでとう。じゃあそろそろ締め切りたいと思います。じゃあこれを今から破いていきます。川島から教わった回は全くない。だから川島は基本的にノーベンって言ってたもん。でも中坂は昨日結構勉強してたの、扇風機で飛ばされる。追っていきます。こんばんは、こんばんは。追っておりますね。アイアライブやるらしいですよね、いいと思います。いいな、ライブしたい。なかさかも早くコインしたい。なんか完全にね、なんかテストブルーになっております。なんやねんテストブルーってって思うやん。いや本当に自分でもなんやねんテストブルーってって思ってるから。だいぶひどいな切り方が。破いておりますね。予約アンナンちゃん覚えました。でもなかなかノンファンの方は結構アンナンちゃん好きっぽい。わかりますよ、あの笑顔に、わかるよ、心を奪われるのは、うん、なんかオタクとしてわかる。
多分今日めっちゃ痛かったんで、今日この前もここにぶつけたの。マジでなんか最近やばい、ぼーっとして生きてる。ぼーっと生きてんじゃねえよ、聞いてくださいよ。今日ね、あの体育のテストがあったんです。体育の等保険の、まあ、筆記テストみたいなのがあって、それ体育理論みたいなところがあるんですよ、まあ、体育に対するどういうやつかみたいな。なんかそれで男子が習ったところと女子が習ったところが違って、ページがなんか女子はオリンピックについてひたすら学んでたんですけど、全然違うところがテストに出たんですよ。いや分かるかいって。それを先生に訴えに行ったら、あの全員が2点あの配点されることに決まりました。はい、処理ね。もうみんなめっちゃさ、あん出すからさ、切るのがさすごい大変なんだよ。ハサミ持ってこればよかった。本当それな。そうです、補体だけは気合い入れてます。なぜならあれだから。どれあれあれ、どれどれ、5を取りに行くんです。2点嬉しいよ、だってさそれであれで上がるんだよ。ちなみに今回はでもガチで60点以上はあると思う、体育は。なんかさ、コロナについてのダンスを考えなさいとか言ってくると、いやむずくねって思った。しかも8個間ってやばくない？そんなね、思い浮かぶなわけないじゃん。もうなんかさ、ちゃんと書いたんだよね、コロナについてだったけど、全然コロナじゃないんだよね。コロナは関係あるけど、コロナは関係あるけど、でもなんかテーマコロナなのかって感じ。五教会が本気？美術はもう終わってるもん。え、そうむずいんだよね。そうでね、結局長坂は8個間で考えなきゃいけなくて、だから8個しか動きを使っちゃいけないってことなんですよ。だから長坂さんは3密をテーマにして、はい、6 7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8、はい、神、分かりますか、はい、6 7 8 密集密ペー、ん？密ペー、はい、密接、伝われ。実機はまだあまり知りません。実機を知り出したレバル。まあ大丈夫ですよ、ゆっくり覚えていきましょう。やばくない？超むずいんだけど。中坂の限界、これが。それならずっとちくわって言っとけばよかった。あ、私ココナとコロナ見間違えましたって言っとけばよかったね。今度なんかテストが明けたら一人でまたダンスをやんなきゃいけなくて、もうなんか今度はあのちゃんと中坂はダンスができるんだってところを見せつけたいんですよ。だからなんかそう、こういうのとかこういうのとか入れたいんですよ。でもテーマがそしたらむずいなと思ったから、かっこいいっていうテーマにしたら、あ、いけるんじゃねって思った。以上。いや、もうガチで点取りに来たから今回は。だから私めっちゃ覚えたんだよ、生活習慣病とか。でもね、間違えちゃったところが何個かあって、もうピエン、もう家庭科100点の自信あるんだよね。まあどっからその自信が来るかは分かりません。問題は理科と英語やねん、本当に。もうなんかさ、本当にやだ。でも明日3時間頑張れば、しかも2時間目までね終わるんだよね。最後があれだから、音楽だから。いや、音楽もなんかあれなんて、アンプしないといけないんだって、後輩に聞きました。長ちゃんのブルーローズを見たい。中坂もね、覚えたからね、もう出してほしい、早く。いや、ガチで早く公園に出たいよ。え、月量あるの？あと1枚ね。はい、終わった。
今から番号を振っていきます。なんで後輩に聞くの？たまたまあって、それでな、今日のテストどうだったって言ったら、音楽はマジアンプしないといけないんですよって言われた。適当に取ったのに番号を振っていきます。音楽で5は無理だね、もう音痴なんで。てか聞いてくださいよ、なんかさ、去年だけ体育の先生が学年で違ったんです。学年で2クラスん学年でその1人2人の先生がいて、そのあるクラスは1人の先生で、私のクラスはもう1人の先生だったわけよ。で、私のクラスで私結構真面目に頑張ってたのに3だったのね。でもその子はくっそ不真面目に体育を受けて5だったんだって。何の差何の差、その先生が違うだけでこんなにも評価が違うんだと思って悲しくなりました。私たちスポーツテストも頑張ってるし、テストも頑張ったし、もう悲しくなりました。中ちゃんの歌唱力神経、ありがとうございます。懐かしい、プラネタリウム懐かしい、たまに歌ってる懐かしい。でも中坂さん、あの頃ガチでプラネタリウムしか知らなかったかな、曲を。何回髪型、1回しか変えないですよ。違うね、それをみんなで決めていこうっていう。いや、どうしよう、めっちゃ難しいの出たらどうしよう、ツインテールとかがいいな。本音本音、でもそれは高いツインでもいいもん、簡単だから。うん、一番嫌なのはなんかサザエさんとか出たら本当に嫌だ。よいしょ、あ、すごい、22位もありますよ。いや、私も何番か分からんもん。あれ23か、23もある、やばい。ということでいけます、スタート。さあ、次は何番か知りませんよ。それな、サザエさんになりそうで怖い。皆さんの好きな番号を投げてください。今日用意したのはこちらのカラーゴムとピンクいっぱい使ったからない、この豚さんですね。黒いゴムとピンと、あとなぜかリップが入ってるんですけど、さあ何になるでしょう。音楽の授業の歌のテスト嫌だった。うちらあれだよ、今年から一人ずつ歌唱だから、クラスの前で。やばくない？もう屈辱的よね。何の投票かな。中坂の髪型を決めようの企画をしていて、まあ、好きな番号を投げていただいたら、その番号が一番多かった場合、その番号が振ってある髪型をしたいと思います。ツインテール期待で22。おお、あると歌っとくわ。春のうららの隅田川、上り下りの船人が、貝の雫も花と散る、眺めを何にたたとうべき。音痴。締め切りはボールが飛ばなくなったら。いや、上なんだけど、あると今歌ってみたよ。でもクソ音痴でした。へい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 。
メインは春のうららの隅田川です。7がめっちゃ多いねん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 。ちなみに一番少なかったのは16番ですね。じゃあ7と16を開けていきたいと思います。7を探せ。7 6ある。6と12が一番少ないか。13じゃない、12、5、16、あれ7が多いんだよね。4 18 22 21 8。7がないよ。あれ7は、まあなんか嫌な髪型だったらどうしよう。あ、あと7と12。髪の毛がダランとしていてちょっとうざい。あと12。それでは7と12番を、お見せしていきたいと思います。7が一番多かったやつで、あ、じゃあ12番からいきましょう。一番、少なかった12番はどこ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 でん、つのー、ねねね、あ、16？嘘、あ、本当だ、16じゃん一番少ないの。なんで12にしたんだろう。まあいいや、角はでも結局はどっちみたいですね。はい、16を探せ。あ、16あった。16はじゃん、ラーメンマン。おーラーメンマン。それではそれでは、7番を見ていきたいと思います。7番はでけ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 でん、ちょんまげ。いっちゃん楽な髪型でした。ということでちょんまげでした。マジか。ちなみにハーフツインは何番だったんでしょうか。ハーフツインじゃない、高めのツインはやっぱ22番とかだったらマジ奇跡よな。22番は違いました。これかツインが出てこないんだけど、ツイン消えたんだけど、え、ついない、ガチでない。あ、普通のツインはありました。でも高めのツインがない。え、なんで。ないないない、あ、めちゃめちゃ風で飛んでいくんだけど、これが リンゴヘア。あ、違う、お団子、おちょんぼ。え、なんでないの、高めのツイン。あ、ありました、14番でした。残念。わあ、すごいご立派なおでこ。苦労すると思っていろんなの持ってきたのに、産毛がやばいんだけど、バブーバブーって感じがします。待って、髪の毛が絡まった、絡まった。ちょ、前髪以外はさ、乱入しないで。超ブスなんだけど、
配信が始まった。青が明日じゃね、明日やん。全然気づかなかった。でしょうか。いやな、顔の面積が広がった。ちょっと取り残しがいる。あ、めっちゃもう髪の毛がさ、顔にさ張り付いてさ、うざい、くすぐったいんだよ。ブーブー。30分になったよ。おでこ綺麗でしょ。割とね、割と綺麗。あんまおでこは荒れなかったな。でも長坂さんはこの辺がもうやばい。わかんないよ、これで画質落としたらわかるかも。意外と長坂さんの肌が上がります。肉とか着たい。書かないですね、何も書かないです。持ってないから今日ペン。あ、テロップに肉と書けばいいんですか。てれんてんてん、書かないけど、書かないけど、書いたら取れなくなるんだよ。みんな知ってますか。でも、もうラーメンマンのファンなんですけど、ラーメンマンみたいにラーメンをこねれるようになりたいね。仕事に戻らなきゃだけど、気になっても戻れない。あー、戻って頑張って、ファイト。米は何ですか。米は何マンですか。何？なんかさ、髪の毛なかったらさ、男の子に見えるんじゃないってくらい眉毛がもう凛々しい。今のお友達だよ。普通の髪も束ねて、でもそしたらないの、なんか本当にね、やばいんだよね。可愛くないの。凛々しい顔。
中トロ食べたいねんねん。お仕事終わりました、お疲れピーマン。そうです、これは中トロが食べたいあまりに、あのもう中トロが食べたいから体から中トロが出てくるマンです。はい、今日スシローで中トロ食べました。え、ずるい。中坂さんは今日はあの食べたお豆がちょっと酸っぱかった、ちょっと危ないなと思いました。今日はすっぴんです、イエーイ。中トロに生まれたい。中トロに生まれたらね、私だけじゃなくて多くの方に食べられますよ。牡蠣を食べます。牡蠣ですか、牡蠣ですか。あ、今日は大丈夫です、お腹は。他に何も食べてないから。トロタクはうまいよね。でも前お母さんに全部押し付けてた。でもお母さんトロタク、タクワンがもう愛してるので、タクワンを愛しているのでトロタク食べてます。さてか、レッスン場通うの、通いたいところではあるんですけどね、他のメンバーがレッスンをしてるので、やっぱ劇場出るメンバーが優先だから、わからんのです。カッキカッキカッキ、あ、貝の方ですね。食べたことないですね。炙りトロですか。炙りトロいいですね、美味しそう。なんかトロトロしてそう。てかみっちゃんと早く海鮮丼食べに行きたいんだけど。トロタクっていうのは知らないんですか。ネギトロとタクアンが入ってるトロタクです。マグロとアボカド丼が食べたい。マグロとアボカド丼ですか。それは美味しそう。でもなかなかアボカド食べられないねん。明後日に青が終わってるじゃん。でも他のメンバーやっぱ公演あるじゃないですか。だってさ、ドアップ、プップー。明日もしスクランブルで呼ばれたら出れます。明日ならね。いやでもいつでも出れるんだよ多分。青がだったら9曲なら1時間あれば覚えられますね。いやわかんないけど、あ、すごいなんかなびいてますね。あれだ、見た、ヤシの木みたい。明日はテストでしょ。テストだけどさ、だって終わるじゃん秒で。眉毛が気になる。眉毛、眉毛、眉毛。眉毛隠したらめっちゃ美少女説。いや本当に眉毛の主張やばい。なんかないと結構なんか、あ、すごい清楚な女の子なのかなって思うと、えみたいな、すごいね。スクショしていいんですよ。でも漏れてるのにしてない。今日は英語と理科を勉強しています。イエ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 イ。とため息しか出てこない今日この頃ですが、今日も夜遅くまで頑張って勉強したいと思います。
髪型が漏れない、それな。捨ててないだけ偉い。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWNXYZ 今夜は餃子ですか？昨日餃子でした。ハッピーハッピー I'm happy And that's the say Hello everyone, I'm Miu. I'm 15 years old. I like sushi. No. I like negi toro don. But I don't like salmon. I'm yay. G と Z の発音のをお願いします。まず G は G、 Z は Z です。はい、イエイ。 What do we 英語1日目が良かったなっていう切実な思いです。もうなんかイエーイ。 How old are you? I'm 15 years old. Salmon you don't like? Yes. I don't like salmon because orange colors.楽しみは最後に撮っておいた方が、楽しみでも何でもないです。色なの？いや色じゃないよ。本当はなんかもう味が無理だけど、色も結構あれですね、厳しい。でもイクラは好き。いやここだけできても意味ないんだよね。あれの現在完了をやらなきゃいけないんだよ。現在完了っていうのは全然覚えてないけど、現在完了形っていう言葉しか覚えてない。もう無理、もう嫌だ、英語やりたくない。もうこれ毎回思うんですよ。なんか私のポテンシャル的に30点以下を取ってしまったらもう本当にさ、やばいと思ってるんです。だから毎回どうにかして30点を取ろうって頑張ってるんですけど、もう無理なんですよ。もしかして生ハムも苦手？生ハムは好き。 What subject do you like? My favorite subject science.超簡単やんとか言わないでください。難しいです。ニューホリゾン、あ、それ英語の教科書ね。What you are 読めない。髪型かわいい。これファンの皆さんに決めてもらった髪型です。まさか皆さんがハーフ、あーすごい、あの高めのツインよりおちょんぼが好きだなんて知りませんでした。ホライズンって読むんですか？あ、知らないです。 What day is it now? It's 7:45, 45th.
おちょんぼちゃんこんばんは。こんばんは、こんばんは、しょいです。キュンです、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 キュン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 です。15 before 8. Eh? Do you know the Man of Horizon? 何 Man って Can you changeYour heart to twin tail, twin tail. Can you, あなたはできますか? Change your, 髪型を変える? Change your hair. あ、twin tail に髪型をあなたは変えることができますか? みたいな。意味?あ、ホライズンの意味をしていますかってことですか。わかんないです、すいません。ツイッターから戻りました。あ、おかえり。もうなんか最近はちょっと最近はちょっと、はい、ふぅ、ホライズンって曲ありますよ。確かカラオケにもあった気が、あ、ないっけ、ないかも。ほら、まあ歌わないんですけど、イヤホンないから。まあ、中トロサーモン食べたいの、中坂、いや中トロサーモン、中坂さん、もうとにかくサーモン食べられないんです。さっきも話してたんですけど、サーモン食べられないんです。ちょっとみおちゃんには申し訳ないけど、ぶー、もしかして生ハムも苦手？そうなんですよね。実は生ハムも食べられるんですよ。せい。大富豪今日はしません。明日は三教科です。しっかり三教科やでー。水平線のやつ、編成を、水平線もホライズンって。サーモン苦手なんですか？苦手です。生ハムは食べれますよ、好きです。でも中坂が一番好きなのはやっぱりモッツァレラチーズちょっと頭おかしい。いくよ、おでこ、うん、3分の1くらいおでこかな。それってどうなの。ちょい余る、ちょい余る、顎先が余る。モッツァレラチーズもあれが食べたい。カプレーゼ食べたい。オリーブオイルをかけてカプレーゼが食べたい。今日は嬉しかったことありましたが、今日の嬉しかったことは、まあ、割とテスト解けたよみたいな。ユッチーズが暇な時に池と3人でチーズ屋さんに行くことを決定したので、ちょっと楽しみにしてます。
今日新幹線で硬いいちごアイス食べても、いいじゃんいいじゃん、美味しかった、美味しいよね、あれ350円くらいするけどめっちゃうまいよね。そうなんだよね、自ハーゲンダッツ級のうまさ。新幹線のすごく硬いアイスこんばんは、こんばんは。330円か、いや意外とお高いな。今日もうやぞ、赤坂さんは今日はクランキーを食べたよ。じゃあ今から、今52分なので今から変顔10連発したいと思います。いきます。なんか顔が伸びましたわ。男子受けをした変顔。女子受けをした変顔。髪型はファンの方に決めてもらいました。これで私のファンやめないでください。バタバタクマさん、夏いねとタコさん、トラさん、お花、カツイセンコブブさん、夏いね、シャーさん、コバン、ケロケロピさん、ハート、ありがとうございます。イエーイ。どんなアドリブでも全力で答えに行きますよ。ピース。カトリセンコブブさん、ハート、クロミちゃんさん、アイスクリーム、ユッチーズさん、風呂敷、ダダさん、かわいい、シュルルルルさん、ダルマ、ありがとうございます。わかめさん、かわいい、かわいい、シュルルルさん、お花、わかめさん、小判、ありがとうございます。イエーイ。わかめさん、小判、ブーブーさん、かわいい、クロミちゃんさん、夏いね、シュルルルさん、アイスクリーム、すごいシュルルルルさんじゃないシュルルルルさんがいるんだけど、なんて呼べばいいですか。あ、じゃあ何にしようか、名前、七三分けさん、かわいい、童貞ぴょんぴょんさん、かわいい、シュルルルルさん、かわいい、ケロケロピさん、お花、ありがとうございます。イエーイ。ケロケロピさん、ハート、バタバタクマさん、似合う、クロミちゃんさん、かわいい、かわいい、かわいい、ありがとうございます。トトイピョンピョンさん、夏いね、カトリセンコブブさん、かわいい、七三枠さん、かわいい、トトイピョンピョンさん、お花束、シュルルルさん、夏いね、ありがとうございます。イエーイ。シュルルルルさん、夏いねと、ダルムとハート、ブドプチプチさん、タラララララの音符、ドンブラコさん、トッタイ、ありがとうございます。パタパタクマさん、ハート、シュルルルルさん、お花、キラキラピさん、ハート、ありがとうございます。イエーイ。親子丼いいね。四字熟語、四文字熟語みたい。好きな四字熟語は焼肉定食です。でも本当は唐揚げ定食の方が好きです。でもぶっちゃけ定食はやっぱマグロ丼に限ると思います。ランキング読みます。いきます。どっからいきます。いきます。いきます。パッカンブーブーさん、ワッサーさん、ヒヒーさん、カトリセンコブーブーさん、シュルルルルーさん、ユッチーズさん、パタパタクマさん、ありがとうございます。イエーイ。ピシーさんは初期です。初期アバターの方がピシーさんです。はい、ぜひ自分の自分なんて呼ばれてるか分かんないっていう方がいたら聞いてください。13位さん、ありがとうございます。オーテン。12位、ふんふんふん、さあ、ありがとうございます。ガローさん。11位、ふんふん、さあ、ありがとうございます。ピピ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 
10位ふんふんさんありがとうございます。カキーン。9位ふんふんさんありがとうございます。ピョ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 。8位ふんふんさんありがとうございます。ウキー。7位ふんふんさんありがとうございます。クマさん。6位ふんふんさんありがとうございます。ピピフユッピー。5位ふんふんふんさんありがとうございます。ブドウプチプチ。4位ふんふんさんありがとうございます。ケロケロピ。3位ふんふんさんありがとうございます。2位ふんふんさんありがとうございます。わかめ。そして今日の1位はドクドクドゥドクドクドゥドク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 ドゥンデンふんふんさんです。イエーイ。せーの。どうかな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 。クロミちゃん中坂なんだけど。ありがとうございます。イエーイ。あ、すいません。ダダさんかわいい、ありがとうございます。目がかゆいよ。わいかーわいかー。テンションやばいとか言わないで。テンションはいつでもテンション上げ上げでいきます。ピン芸人やめてください、やめてください。アイドルです。これでも私アイドルです。いや懐かしい。気分転換になりましたか？だいぶなりましたね。明日頑張ってね。頑張ります。うん、聞きたくない。頑張ります。テストファイト、はい、ファイります、ファイります。頑張ります。頑張ります。やめて、ファイトとか言わないで。バレオはエメラルド、腰に巻いたらつ、海の色を映してる。ホワイトでーす。現実逃避やで。酔っ払いじゃないですよ。お酒飲んだことないから。カーメットも15歳のフレッシュ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 レモンになりたいの。懐かしい市川みよりさん。無理。ということで3080人の皆さん見に来てくださってありがとうございました。コメントしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったら夏休みに入ったら私がやりたいことがウェブラジオ最終回で聞けるのでぜひ聞いてください。ということでメール、ブログ、ライフも、そしてショールームのフォローよろしくお願いします。それでは終わります。せーの、バイチャー。今日はみゆーのなでお願いします。バイチャー。